ウトは、ドナルの大好きな方。本日のウトの怒声は、ウトの好物たらこを切らした私に向けて。お前みたいなバカ嫁出ていけ。うちは同居。止めなしだったので。お前みたいなバカシュート出ていけ。と、シュートに初めて怒鳴り返した。で、さっきスーパーで、隣の家の人に会って挨拶したら、怒鳴り声は慣れてるから、今日の調子でやり返しちゃいなさいな、と言われた。一応うるさくしていたことを謝罪。それから一週間だけ我慢していただきたいとお願いして、明日から毎日戦うために、喉用に生姜飴を買って帰ってきました。店から出た後自転車漕ぎながら生姜飴舐めて、帰ってきてシュートが寝ているのを確認。息を大きく吸って。宣戦布告だ。今日から、この声でかい話すっからな。覚えておけ。と叫んだ。ウトは寝起きだったのもあって、状況をつかめずハトポッポは、か、た、か、と叫んで部屋のドアを閉めた。現在、リビングのパソコンでこれを書いてるけど、ウトが、こっそり自分を伺ってる気配を感じる全く、嫁をなめんなよ。先ほどウトから、お茶と蚊の鳴くような声で催促されたので、お、茶、て、す、か、は、い、わ、か、り、ま、し、た。と大声で対応しました。お茶を渡すときも、熱、い、の、て、気をつけてください。と優しい言葉をかけてあげたのに、俺は耳は遠くない。と怒って、また自室にこもられています。今日は、ウトの好物タラモサラダの予定ですが、食べるときはウトのように、口からご飯を飛ばし、怒鳴りながら食べようと思ってます。ここに書き込み終わった後も、ウトから声をかけられたら大声で返していた。で、タラモサラダと他のおかずを仕込んだ後、一人車を飛ばして家近くにある、中古 PC 用品店でマイクを購入。生姜飴を、口の中でコロコロしつつ、家到着。早速 PC にマイク取り付け録音スタート。吹き込んでいると夫帰宅。お、か、え、り、ご、飯、食、べ、る、そ、れ、と、も、風、りょ、か。と両妻の私が声はでかいが、優しい心配りをするも、夫は目が点。応答なし。ウトが、夫をウト部屋に連れて行き、多分、今日のことを報告していたのだろう。夫が、私の動向を伺うようにしてたので、何かよ。と、大声で返すと、風呂入ります。と、蚊の鳴くような声で返事。やはりこいつら親子。で、食事中、いつも、私の料理に、ケチつけるウトより、大きな声で食べ方指導。はい。くちゃくちゃ音立てない。はい。料理に箸を刺さない。はい、そこ。下にこぼした。なあにしてんだ、このノロマが。ビールがねえ。こら。そこテレビ見て飯食うな。おい。たらもうまいだろうが。なんとか言えや。食事が終わった後は、パソコンに向かって、ウトと夫宛への怒鳴り声を録音。大声出しすぎて、クラクラしつつも負けるかこの野郎。の精神で怒鳴り続ける私。たらこごときで怒鳴んなアホ。面倒なことは無視か。お前等には、老ありの心はないんか。お前等には、感謝の心はないんか。わ、か、た、の、し、お、元気ですか?と意味不明なものも録音。そのうち、思い切り咳込むと、はいはい喉が切れました。吐血です。嫁子。と焦るうとに、救急車。
と叫ぶ夫。それでも怒鳴り続けようと息を吸い込むと、ウトと夫が両手を上に上げて、降参だ。降参だ。悪かった。と、両手を上げたまま土下座。まるで神様に祈る図のようだったよ。その後は、声を出さず、紙に、もしまた同じようなことしたら、さっき録音したのを、耳元で再生してやると書いて、救急で病院に行きました。今日は、昨日と打って変わって、部屋の中は、静か快適だ。